みなせ家は、藤原北家高家流の藤原地下信を外する、道場家である。価格は、うりん家。家紋は菊。平安時代中期、藤原高家は兄、これ地下と共に、叔父、道長と石棺の地位を争って破れ出雲ゴン森に、左遷された。その後、高家は家に戻り次男、常助は、聖に位い県大納言となり、みなせ大納言と呼ばれた。 常助の子孫はご同情家に分かれた。そのうちの某門中納言親親の子である親賢と、その子の信成は共に、後鳥羽上皇の謹慎であったが、上級の乱の敗北によって、沖に流された上皇の遺言により、信成が上皇より、南瀬離宮跡を託されて、三影堂を混流し上皇の母代を弔ったため、南瀬と称するようになり、これが、南瀬家となって、明治維新まで続いた。 玄国時代に血統が途絶え、華道で有名な三条西家から危険を養子を迎えた、ため、以後、水瀬家も、和歌の家となった。室町時代以降、石家を除く公家は交代で御所に出資、宿直する金利骨外と呼ばれる制度があったが、水瀬家は、水瀬三陰堂への奉仕を理由に、免除されていたとされる。明治維新後、忠助の第二子爵に除せられた。16世紀末には、 書家として知られた、水瀬や四代の間に、将棋の駒目を印し、水瀬区と称され、駒の名は、水瀬公の筆を持って、宝とすと称賛され、古用勢天皇、豊臣秀治、足利義明、徳川家康をはじめとする公家や、大名家に収められた。特に、金なりとその孫の金と市がよく知られる。水瀬神宮にその作品が残されている。 金なりの駒製作記録、正午場日記から、その作と特定された注文主が未知級の造下の駒などが有名である。国立歴史民族博物館の急高給料取り調べ庁データベースによると、幕末期の水瀬家料は、摂津福島上郡広瀬村のうち631国ごとであった。ありがとうございます。